を出す。こんなこと言いたかねえんだけどよ。どうも皆さん、こんばんは、くんひろです。今日から7つの滞在、ブリタニアの旅人というゲームをね、実況していこうかと思うんですけども、本日発売のゲームです。ですね、ストーリーをちょころちょろってやっちゃってまして、楽しくてやめれなくて俺今日もう寝ないといけないんだよ。モンハンがあるから、モンハンがあるから夜もう寝ないといけないんだけど、やめれなくてさ。で、イベントいろいろ回ってたら面白いイベント来たのね。で、それがこのサブストーリー22、ホークちゃんが残飯についてこうなんか喧嘩をしだすっていう描写があって、それをちょっと面白くて今撮ってます。で、まあストーリーの方はですね、結構なんつうのインスタントに進んでいくんですよ。だから動画にしなくてもいいかなと思ってるんですけども、まあ今後こう要望がたくさんあれば、俺が動画出してて要望がたくさんあればまたやるかもしれません。さあ、ということで、これはね、全部会話がキャラクターボイスが付きでいくんで、まあ聞いてみてください。最近俺の飯少なくね？そう、残飯じゃなかった、ごめん、飯だ。結構なことじゃねえか。残飯が減ってきたってことは、みんな俺の料理に満足してるってことだろ。てめえのクソまず飯にみんな満足してる？超疑問系っていうね。なありえないこと起こるわけねえだろが。もうすげえ豚の口がこうパクパクパク、豚じゃない、ホークちゃんの口が。ホークちゃん、ちょっと抑えて。ホークちゃん、これ激おこですからね、皆様、激おこ中ですから。だいたいあれだ、俺に食わせる飯だってもっとうまいもんよこしやがれ。そりゃ無理だ、俺の飯がうまくなることはない。だよな。ん、もしかして喧嘩売ってんのか、豚野郎。味が最悪だっていいからよ、飯の量増やしてくれ。これがホークちゃんの要望です。俺の方が相手してやるぜ。で、なんとさて、やりますか。ホークちゃんがメリオダスをぶっ倒すっていう。ちょ、本気でいくわ。ホークちゃんがメリオダスをぶっ倒すからね、これ見たぜみんな。もうノーダメで俺行くから。ああ、ノーダメで全然行くから。あ、やばい、くるくる、あ、くるちった。で、さらに技がいっぱいあって、あの家とかぶっ壊せるぞ、ホークちゃんで。で、見ててこれ、これすげえ、すげえから、ボーン。もうクソ面白いのこの技がよ、技が全部面白い。ちょ、やだ、まあ、メリオダさっきリハーサルしただろ、もうちょっと弱かったぞお前。で、たまにね、こうね、強くなんだよな。いや、それは俺が弱くなってるだけだよ。おら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 。で、さらにもう一個ある、ハマサーク。まあ、とりあえず技はこんだけなんだけども、さらにね、究極技っていうのがあるんだよ。それもね、ちょっとお見せしたい。まあ、とりあえずもうちょっと減らそう、とどめにね、使いたいからね。さあ、いくぞ。ちょっと足止めしといて、足止めして3点くらいまでやろう。HP 3点くらいまで出して、ここです。あ、やば、高かったかな。はい、どーおい、ちょっと今のうまく決めたかったのに。とりあえず、ああいう究極技もあるということですね。今ちょっとメリオダスがダウン復帰中で無敵時間あったわ、ちょうど。戦闘はこんな感じで楽勝なんですよね。はい、で、物とかをぶっ壊しまくると、相手が悪かったな、豚野郎。どっちがだよ。ちょっと、とりあえず物とかぶっ壊しまくると、このゲームはね、いいみたい。ホークちゃん、もうその辺でいいでしょ。けどよ、エリザベスちゃん、残飯一つでそこまでムキになるなよ。なに、メリオダス、てめえ今なつった。残飯を笑う者は残飯に泣く。まさかこの言葉知らねえとは言わせねえぞ。聞いたこともねえ。はい、こんな感じでサブストーリーがあると。いや、俺メインストーリーよりね、これサブストーリーの方が面白いと思うよ。メインストーリーね。まあ、なんつうんだろうな、結構なんつうの、ピックアップして端的にこう進めんでいくんですよ。で、さらにこうギルとさ出会った時って、切られて血だらけになるじゃん、背中だっけ、メリオダスが。その描写も血が出ないから、なんつうんだろうな、えって感じがしなくて、まあ初見の人というか、こう追体験だから、もうファンが買うって感じなのかな。まあ、俺も一ファンですけど。俺はこれからの旅でブリタニア中の残飯を食い尽くしてやるからな。まあ、こういう、ね、サブストーリーちょっと面白いと思ったよ。で、これからもね、各視点で、例えばなんつうんだろうな、ほら、
ディアンヌの目線でとかキングの目線でとか多分バンの目線とかそういうキャラごとの目線でこういうのがあるからそれがちょっと楽しみです。でもう一個ホークレッチャーのやつあるからもう一個ホークちゃんの方行こうか。とりあえずエースかな。だよね、明かしとけ。はい、これです。サブゲスト23、すべての道は残飯に通ず2 ないいやほんと可愛いよホークちゃん。村中どこを探しても残飯が見当たらねー。もうみんな平らげてんだな。遅かったか、俺の残飯はもう畜生どもの餌にでもなっちまったのか。だがそんなはずはねえ。残飯の匂いはまだこの近くから。くっそー、どこのドイツだ。俺の残飯持ち逃げした命知らずな野郎は。豚喋る豚が現れた。いやいや、お前も大概だぞおい。誰が豚だ、この豚野郎だもん。いやだからもうホークちゃんが豚野郎って言うと完全にもう痛いからね。さてはてめえらだな。俺の残飯奪った犯人は。お前の？違う、俺たちのものだ。そうかい、おとなしく渡すつもりはないってんだな。なら覚悟はできてんだろうな。残飯の恨みは恐ろしいんだぜ。はい、ということでザコ敵と片付けるぜ、バトルします。まあ、今回はね、究極技しっかりと決めていきたいところでございますよ。スーパーロースイリュージョン。今のこれ肉飛んでんのかな、もしかして。これ肉じゃないよね、鼻から肉飛ばしてんのかな。なわけねえよな。うわぁ、そうなったらちょっとホークちゃんやべえぞ。いやでも、あ、ジャンプ技とかもある。そりゃあとスーパージャンプもある。スーパージャンプスーパージャンプ、もうホークちゃんのスーパージャンプだよ。空飛ぶ豚。ダメだ、俺あの今日これで一日中笑ってるからね、本当に。ほんとくだらねえよな、ほんとくだらねえ。これで笑えるって超幸せもんだと思うわ俺。自分で言うのもなんだけど。あーちょ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 、あとスーパーマンとかもあるからね。まあそんななんかバトルにさ、ゲーム専用のそんな知識いらねえよな、スーパーマンとかこのゲームにおいてよ。まあおそらくもうこれは本当に楽しむが勝ちよ。ああまりに雑魚すぎて、あてかこのステージの究極技発動できねえのか。俺様にかかればこんなもんや。まあそんなもんよ、あーそんなもんよ。ちょっと究極技集とかも出したいね。まあ現状出てないキャラ多いんですけどね。苦労して手に入れた残飯の味はまた違うな。え、なに、ハイド&シークってやつを食っちゃったの。メリオダスが作る飯よくはるかにうめえ。だがこんなところで満足してもいられねえな。俺が理想とする残飯にはまだまだ遠く及ばねえ。はい、ということで今現状出てるのがですね、ホークちゃんのストーリーはこの2つなんですよ。なのでおそらくもうちょっと進めていくと出てくるのかなと思います。まあ、ちなみにこういう風にね、クエストが各なんつうんだろうな、村ごとに分かれてて、でランクがつけられて、で今さ左上にゴシップって書いてあるじゃん。これが79なんだけども、おそらく100になると何かがまた解放されてやれるんだろうね。で77ぐらいからね全然上がんなくて 1% ぐらいしか上がんなくて、でこれクエスト行くとここはまあなんと上がるんですよ。でまあ未開放のクエスト行くと10ぐらい上がるのかな。まあそれが今ないんでちょっとね地道にやらなきゃいけないんですけども、まあそれに、ね、飽きちゃってあのストーリー進めてました。で残飯はとりあえず録画したっていうね。はい、そんな感じでございます。ということで皆さんももしよかったら、ね、これからも期待してるぞという意味を込めて、高評価とか、押してくれると嬉しいなと。なんか、ね、最近俺こういうことよく言うんだよな。昔一切はなかったのに、まあなんかこういうことを言ってかないとね、なかなかこう、